イクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、新作じゃないけど最近私が個人的に買ってめちゃくちゃ気に入っているアイテムをご紹介していきたいと思います。コスメ、スキンケア、その他アイテムみたいな感じでご紹介していこうかなというふうに思っておりますので、まあスキンケアで言ったらキーワードで言うと敏感肌保湿ケアっていうような感じ、メイクアイテムで言うとまあどんなメイクにも合わせやすいチークだったりとか、このプルプル唇を作ってくれるリップ、その他アイテムはその他アイテムもめっちゃいいっていうところで、ぜひねゆるーっと楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで早速いきましょう。今回はですね、スキンケア、メイク用品、その他アイテムみたいな感じの順番でやっていきたいと思います。パーツメイクに関しては使いながらお見せしていきたいなというふうに思っております。ということでスキンケア、まず一つ目はですねこちらです。これね2本目なんですよ。 RMK のダブルトリートメントオイルです。これ RMK のスキンケアの中でも結構要というかすごくファンがね多い方だと思いますし、まあこれを筆頭にこのオイルが配合された化粧水だったりとかこうね結構展開されているものだと思うんですけれども、とにかく乾燥に悩んでいるんだけどニキビが気になったり吹き出物が気になったり詰まりが気になってなんかオイルが使えないというか抵抗があるっていう方にはぜひこれね使っていただきたいなというふうに思います。でこれはねオイル状の美容液になっているんだけれども、洗顔後すぐこれを塗ってで、その後化粧水などを塗ることによってより浸透を高めるみたいな効果もありますし、化粧水の後に塗って、まあ、そこから乳液にしてもいいんですけれども、私はですね化粧水の後にいつもこれを 4,5 滴つけています。まず私の最近の肌状態としては、今日ねちょっとあんまりカメラに近づかない方がいいのではってぐらい肌荒れしてるんだけど、ジンマシンみたいなものがまた出てしまって、でここら辺とかねすごい皮むけしてるような状態です。でファンデをね今薄くつけてるんだけど、取ると結構ね赤みもあって、紫外線に当たるだけでめちゃくちゃ痛いみたいな、かなり肌がね季節の変わり目で敏感な状態です。とにかく肌めっちゃ乾燥してます。それでいてでも使えるもの全部ひりつくからめちゃ少ないですというところ、あとは娘といつもお風呂に入っているので肌荒れする1週間前とか10日前ぐらいからお風呂上がって寒くなってきたからさ、あ娘冷えないようにって思っていろいろやるじゃん。だから自分のスキンケアまでねめちゃくちゃ時間が空いてたんですよ。なのでそういう日常ということにとにかく時間がないっていうところ、まあなんかここら辺が私の近況なんですけれども、そこにぴったんこなやつ来たっていうところです。はい。でこれはですね振って使うんですけれども、ここがオイル層になっていて、ここが潤いの層になっていて、これを混ぜて使います。かなりとろみっていうよりかはすごいサラッとしています。なんか乳液とかより全然サラッとしているような感覚です。でオレンジやネロリなどの8種類の植物性のオイルが配合されていて、これはただこうオイルでこう油分をベタベタにするっていうよりかも油分と水分のバランスをすごく整えてくれるっていうようなところがめちゃくちゃ気に入っています。香りもそんなに強くなくって、ほんのりまあシトラス系の精油の香りがするという感じなんですよ。でとにかく使いやすくて、お風呂上がるじゃん、で娘冷えないように体拭くじゃん、イネネバーとか言ってる間にあの化粧水を塗ってとりあえずここまで行くんです。ここまで行けば結構肌ね潤った状態、水分と油分のバランスが整ってベタベタじゃないんだけど一時的にかなり潤ってる状態なので、そっから娘着替えさせます。ちょっといろいろやった後に乳液行ったりしても乾燥してないんですよ。でやっぱり挟むと肌のもっちりさ柔らかさ違うから、これ本当にこれからの季節も手放せないなというふうに思うし、私と同じようにお風呂上がり時間がないよという方であったりとか、とにかく乾燥に悩んでいるんだけれどもニキビ気になってオイル系手出せないという方も、これかなりサラッとしていて、私ニキビかなりできやすいんだけどかなり使いやすいなというふうにも感じましたので、ぜひこれはねちょっともうちょっと早くハマればよかったって
思っております。次2つ目はですね、この間のお買い物企画でゲットしたものです。でそれがこちらです。これねラスイチナノファミュの新しくインナードライの方に向けた保水保湿のドリームグローマスク HR というのが出たんですよね。これがさめちゃくちゃよくって、もともとファミュのパックはすごく好きだったんだけれども、とにかくね保水潤いをめちゃくちゃ感じました。やっぱインナードライに向けたっていう風に歌っているだけあって、肌の表面が潤うっていうよりかは内側からふっくらしてお肌が元気になるような感覚っていうのがあったっていうのがすごく一番嬉しいところでした。で、あとはバイオセルロースシートっていうプリップリのねシートなんだけど、この繊維系の白いケバケバケバ立つようなシートではなくて、本当にねゼリーみたいな感じのシートなんですよ。なのでまあ家事とかしてたらちょっとツルンってだんだんずれてくるんじゃないかっていうぐらいプルプルなんだけれども、そのシートのことによって私は肌がねガサガサですごく荒れて赤みが出ちゃった時も使えたんですよね。やっぱりちょっと綿とかのシートマスクだとどうしてもなんか突っかかりというか若干の毛羽立ちみたいなのがすごく刺激に感じてしまった時期だったんですけど、このシートマスクはマスク自体もねすごくツルッとしてゼリーみたいなチュルンってしているからこそ突っかかりがなく、まあ滑り落ちやすくて気になるっていう方は逆にいると思うんだけれども、肌が敏感な時期も使えてなんかお肌が潤い満タンになっている感覚がすごくしました。でこれはね若干フレッシュハーブの香りなんだけどそんなに強くないです。パック系って結構香り気になる方でずっとつけてるから多いと思うんだけど、これに関しては気にならなかったし、スペシャルケアとしてお肌が敏感な時、乾燥が気になる時、一番取り入れやすかった最近のフェイスマスクはこれだなというところで、これはですねまたリピ買いしたいと思っています。そしたらスキンケア系一番最後はですねこちらです。ちょっと私が最近お肌敏感に傾いてたっていうのもあって敏感肌ベースのチョイスになるんですけれども、こちらです。じゃあイハダのシリーズでございます。特に私が気に入ってたのはしっとりのイハダ薬用ローションの化粧水と薬用バーム、この2つが気に入っていました。こちらのまずイハダの化粧水は抗炎症成分がなどね2つも入っていて、アラントインとグリチルリチン酸が入っているんですよね。やっぱりお肌が敏感な時にプチプラ価格でたっぷり使えて抗炎症作用が入っているアイテムっていう風になった時にイハダかなっていう風に思って、私今までねイハダはあんまり使ったことがなかったんだけどめっちゃ良かったです。何つけてもひりつく時、まあ全くひりつかないわけではない、多分敏感になってるからこう水がピッて飛んでくるだけでも染みるっていう風に思う感じなので、お風呂の湯気とかでも染みるなっていうぐらいだから、その中でも使えたのこの化粧水かもっていう風に思って、意外とねそんなにペタペタ系じゃないっていうか、ワセリンがね配合されているので塗った感じはあるんだけど、ペタつきとかペタペタ残りで痒くなっちゃう感じも全然なくって、これはねめちゃくちゃ出会えてよかった化粧水でした。サラサラ系で私がデパコスで愛用しているイプサとかアクセーヌとかよりはもうちょっとなんか持ち感があるような感覚で、まあやっぱりお値段もお手頃だしかなり刺激少なく感じたので、お肌が敏感になってる時ってさ乳液からは使えるけど化粧水とか水系のものが結構ひりつくってことあると思うんですけど、私はねこれはものすごく使いました。で乳液は普通だった、私の中では普通に使えるという感じだったんですが、このバームがね保護の役割を果たしてくれて、ちょっとお肌が敏感になっちゃってる方だったりとか、自分はね風呂上がりのバタバタでスキンケアを怠っていたっていうのと、それに加えて紫外線浴びすぎた、ディズニーランドとか娘と行っちゃってね日焼けしすぎてひりついちゃったとかっていうのもあるんですけど、自分が悪い最近周りでよく聞くのはレチノール系のものとかいわゆる効く成分と言われるものを使いすぎちゃってとか、自分に合わなくってすごい爆荒れしちゃいましたっていう方聞くんだけど、そういう人にも結構スキンケアの立て直しとしてはおすすめしたいなという感じで、このバームはね結構柔らかいバームになっています。いわゆるみんなが想像するワセリンとかの使用感覚に近いんだと思うんですけれども、イハダさんの中でねできるだけベタつき感と
というか、ワセリンをたださ顔に塗るとすっごいテカテカペタペタになっちゃうじゃない。それよりもテカリだったりベタつきっていうのを抑える処方になっているんだそうですね。めちゃくちゃ乾燥している方はギリギリ薄くだったら朝のスキンケアで使えるくらいのペタ感になっています。でかといってこれを使ったからっていってファンデがダマになっちゃうとかもねないし、やっぱりこうバームでちょっと厚みを持って保護してあげるだけですごく肌の状態が安定するし守られてる感じがあるので、特に胃肌の中でもこの2つは私すごく助けられました。お守りスキンケアとしてちょっとお家にストックしておきたいなと思っています。次はちょっとメイク系に行きたいなというふうに思うんですけれども、こちらのお買い物企画先日で買ったものになります。アイノキのマスカラ下地とマスカラです。こちらはですねナチュラルオーガニックブランドのアイノキというブランドなんですけれども、目元のコスメを中心に展開しているブランドになっているんですよね。でこちらのマスカラに関してはタルクフリーになってるので、最近さタルクフリーのものを探してるっていう方ね多いので、ちょっと痒みが出ちゃうとかでそういう方にもおすすめできるのかなというふうに思います。こちらがまつげ美容液としても寝るとき使えるし、マスカラ下地としても朝使えるというものになっていて、私はね実際やっぱりこのさメイク前に使っているからファンデのこう飛び散った粉とかがまつげについてるのをすくってるかなって思ってちょっと細かいこと気にしてるんですけど、同じものをね夜は使ってなくって、まあ、夜美容液として使って寝る場合は別のもう一本買い足したいなというふうに思ってるのですが、私的にはこの朝のマスカラ下地としてもねすごく優秀だなというふうに思いました。こちらのねブラウンの色のマスカラちょっと今から塗っていきたいと思うんですけれども、この組み合わせでね最近すごいよくメイクしてたので実際お見せしながらあとは魅力を語っていきたいと思います。でね、ここちょっと皮むけしていてちょっと見苦しかったらすいません。まずはこちらの下地、下地はマスカラの下地に使えるものってなると結構こうさパリッとするような印象がねあるものも多いんだけど、これはほんと柔らかいっていうような感じで、かといって特にこう繊維とかで長さを出しているっていうこともないので、まあ合いの木のマスカラを上から重ねる場合は密着もより良くなるのかなっていうような感じなのと、あとねなんだろう、このパリッと固まらない感じでこのまつげ美容液としても使えるっていうところがすごくね、なんかメイクしてるんだけどまつげにいいことしてるっていう感じがあって、私的にはそういう使い心地もすごく好きです。でマスカラ塗り忘れても白くなることはないけど、ちょっとねまあやや何かを塗っている感じ、白くはないけどはちょっと残るかなっていう風には思うので、これだけ塗って出かけるっていうよりかはこれを塗ったら上から軽くマスカラを塗る方がいいかなっていう風に思っていて、06番のくるみっていう色です。長さとかボリュームが出るっていうよりかはまつげがナチュラルに色づくっていうような感じで、でほんの長さがちょっとプラスされるかなというような感じ、結構ナチュラルじゃない。で下まつげも塗っていきます。仕上がりはこんな感じ。お湯落ちとにかくしやすいのがすっごくいいです。本当に目をこすらなくてもスルスルスルって落ちてってくれるので本当に優秀。ちなみに私が普段推しているお湯落ちのマスカラといえばキャンメイクだと思うのですが、こちらとちょっと比較していきたいと思います。こっちブラウンなんだけどちょっとキャンメイクブラウン切らせててちょっとブラックになっちゃうんですけれども塗っていきます。キャンメイクの方がねでも下地とか何も使わずにこれ1本でボリュームと長さがもっと出るような感覚はある。はい、こんな感じです。こっちがキャンメイクでこっちがアイノキ、こうやって比べてみると全然違うよね。多分ね私左右で目の大きさそんなに変わらないんだけど、左目の方がちょっと奥に入ってるから若干小さく見えるかも。ちょっと近づいてみたらよりわかると思うけど、やっぱキャンメイクの方がね目は盛れるんだよね。それでいてかなり同じぐらいスルンとお湯で落ちるから、私のお湯落ちマスカラの重視する部分ってお湯でスルンと落ちやすくてパンダ目にならないっていうところなんですよ。それをクリアしてくれるまつげに優しいマスカラに久々に出会えたなというような感じです。でも仕上がりはやっぱり私まつげがねちょっと盛れる仕上がりの方が好きなので、キャンメイクの方が好きだけど、こっちも特にまつげをいたわりたいという方にはねす
すごくいいのかなというふうに思いました。はい、そしたらですね、次はじゃーん、先日のお買い物企画で買ったナチュラグラッセのラジアントスキンパーフェクターです。これは限定品になるんだけど、おそらくまだ購入できると思います。 SPF32PA2+ のものになっています。で、このね、ラディアントシリーズっていうのは乾燥によるくすみだったりごわつき、メイク崩れっていうのを防いでくれるシリーズになっていて、より血色感と透明感を与えてくれるシリーズの下地っていうことなんだけれども、とにかくね、すっごい使い心地が滑らかなんですよ。色はね、こんな感じのちょっと桜色といった感じなんですけれども、すっごく滑らか。この滑らかさはちょっと他の下地にないんじゃないかっていうぐらい滑らかです。滑らかな下地で思い浮かべるもので言ったら、まあ、エトボスだったりとか、ポール&ジョーの下地だったりとか、画像出しますけどね、を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれないのですが、私的にはそれよりも全然滑らかです。なんかほんと美容液みたいな感じで、チュルーンと伸びて、艶やかにお肌が透明感たっぷりで発光してるっていうような仕上がりになります。で、やっぱりさっきも説明した通り、どちらかというとお肌が乾燥しやすい方だったりとか、なんかこうお肌の冬の嫌な毛羽立ちでファンデが乗りにくいっていう方はね、ぜひこれ使ってみてほしいです。それでいて、なんか艶やかなのに石鹸オフできるのに、メイクの持ちもすごくいいです。強いて言えば毛穴補正力みたいなものはそんなに高くないので、そこを気にされる方はちょっと別のね、部分用の下地とかを使ってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんでこれ限定品なんだろうねっていうくらいすっごく良かったです。私ね、結構ナチュラグラッセのベースケードそもそも好みなんですけれども、こちらもすっごく良かったです。そしたら次ちょっとチーク行こうかな。チークとリップ紹介していきたいと思いますが、こちらです。これ私の動画でもちょこちょこ出ていましたが、インウィの一番新しく出たチークのカラー04番です。こちらちょっとね、ほんのり血色感がかったベージュカラーになっていて、すっごくどんなメイクとも合わせやすいんですよ。ベージュ系ってちょっと血色感が足りないとか、華やかさが足りないから使いこなせないんだよなとか、結局ピンクとかコーラル系使っちゃうっていう方も多いと思うんですけど、ベージュデビューにはすごくいいと思う。ちょっと実際塗ってみたいと思います。こんな感じでね、ほんのり色づいてくれるので、しかもこのツヤ感がね、めちゃくちゃ綺麗なので、やっぱり秋冬ってちょっとこってりした色味のリップだったりとかアイシャドウとか増えてくるじゃないですか。で、お洋服も、まあ、ブラウンだったりブラックだったり重い色になっていくじゃないですか。そうなった時にチークがポッてピンクだったりとかコーラルだったりすると、ちょっとメイクが濃く見えたり違和感出たりしませんか？でもね、これはもうどんなアイシャドウともリップともお洋服とも相性バッチリで、メイクがこのチークをね、塗るだけでまとまるんですよ。で、肌もね、すごい綺麗に見える感じのツヤ感、ギラギラでもなくマットでもなく、肌が一番綺麗に見えるツヤ感ってこのことっていうような、本当にね、万能な色とツヤっていうような感じなので、私としてはね、これはもうみんな全人類で買ってほしいベージュチークだなというふうに思っております。次はメイク最後なんですけど、今私もつけているフイーね、読み方がね、私ちょっとこれいまいち分かってないんですけど、あと調べます。こちらのですね、韓国コスメでね、チーク&リップ、こちらの方が結構有名だと思うのですが、先日のお買い物企画ではこのリップも気になって購入してみました。めっちゃ良かったです。これがね、すごく面白くって、私が選んだカラーはこのソルベっていうカラーになっているんだけれども、今私も実際につけています。で、このね、グロスのシリーズが 30% と 70% で濃度が選べるっていうアイテムになっていて、 70% の濃度っていうことで、割とね、色がはっきり出るようなグロスになっています。こんな感じで密度濃くね。で、私は今回この色しか買わなかったから 30% の方ちょっと隣で比較できないんだけれども、表記が 30% になっているカラーを選ぶと、もうちょっと薄くってで、よりグロスに近いような感覚で使えるっていうところなんだよね。私はこのね、グロスチックなんだけれども、しっかり色がむっちりと発色してくれる感じっていうのが好みだったので、多分この 70% のソルベを選んで正解だったのかなというふうに思います。ちょっともう一回上から重ねます。こんな感じ。他の韓国系のリップに比べるとどうだいっていう風にみんな気になると思うんですけれども、ラカのティントとかね、そっち系と比べるとラカの方
方が色持ちはいいと思います。でもこっちの方がやっぱりむっちり感とふっくら感っていうのは出るかなっていうような印象がある。ヘラのさ、このグロスタイプのちょっとチップで塗るむっちりリップが作れるアイテムあるじゃない。こっちの方がよりお人形さんみたいなプリッとプルッとした感じと色持ちがあるっていうような感じで、でもちょっとね派手に感じる方もいらっしゃると思うんですよね。であと色が結構攻めてる色も多いんだけど、こちらに関しては割と手に取りやすい色目も多くって、チリプリッと唇を見せたいんだけれどもそんなに派手さはいらないみたいな方にも使いやすい色とかね、発色のものが多いんじゃないかなというふうに思います。であと私がこれを気に入った理由としては、唇がめっちゃガサガサでもう皮めくれちゃうぐらいの時も結構綺麗に塗ることができたので、これから乾燥する時期ぜひこれね1個持っておくとすごい安心だと思うし、パケも可愛いしちょっとテンション上がります。でそしたら一番最後はその他ということで、フードとサプリ行こうと思います。まず1つ目はですね、こちらこの間のお買い物企画で買った正直飴の岩塩蜂蜜です。これねめっちゃ美味しかったの。ビープルのサイトでリピ買いしたんです。これ結構ね成分がシンプルで、グラニュー糖、水飴、蜂蜜、岩塩っていう超シンプル構成になっていて、のど飴ってさすっごいいっぱい成分入ってない？びっくりするぐらい成分入ってるじゃない。そういうことがなくて、まずシンプルで使っているものがこう分かりやすくて安心っていうのは一つあるのかなっていうふうに思ったのと、あとやっぱりねこの蜂蜜の甘さの中に岩塩のちょっとした塩味っていうのがあって、すっごく最後まで美味しく舐められました。なんかね味のイメージとしてはちょっとべっこ飴に塩みたいな感じの素朴な美味しさで、意外と濃厚な蜂蜜っていうようなお味でないっていうところもなんか割と気分を選ばずに舐めれたっていうのと、人にあげても結構これめっちゃ美味しいね、なんか素朴でいい感じみたいなリアクションをもらえた一品でございました。 C っていうとカロリーは今時のどだめってさ、カロリー何パーセントオフとかなんか全部舐めても40キロカロリーしかありませんみたいなのとか多いじゃない。でもこれは使われてる原材料はこんなにシンプルでそれを固めたっていう感じなので、これ一袋全部舐めると382キロカロリーになるから、喉風邪ひいて常時舐める飴としてはおすすめしないけど、気分転換とかちょっと人混みに入る時にね喉潤わせとこうかな、蜂蜜ちょっと舐めとこうかなっていうタイミングではめちゃくちゃいいと思った。なんかなんならちょっと小腹空いた時の糖分補給みたいな感じでもこれ1個舐めるとちょっとね1時間ぐらい HP 持つみたいな感じだったので、そこに関してもすごく良かったです。結構ね男性に開けても好評でした。この味多分みんな好きなんだと思う。ということでおすすめでございます。そして一番最後はじゃーん、マグリポです。マグネシウムですね。マグリポって聞いてよくみんなが思い浮かべる方で言うと、こっちの田中みな実さんとかがめちゃくちゃおすすめしてるリポシですね。ビタミンの方が有名な会社だと思うんですけど、そこの会社からマグネシウムが出ているんですよ。で私がこれを飲み始めた理由としては、偏頭痛ひどいっていうことをね結構産後動画でずっと言ってたと思うんですけど、めちゃくちゃ悩んでいて、やっぱりこう栄養を補うのであればそれぞれねみんな違うと思うんだけれども、私の場合はマグネシウムがいいっていう風に言われて、自分で調べても確かにマグネシウムかなという風に思って、それまではですねマグネシウム他のサプリとかでも一回も飲んだことありませんでした。で飲むならもう一目散に効果が欲しかったから、ちょっとお値段がしてもなんかこうクオリティ的に納得できるものがいいなっていう風に思って、このマグリポはお値段がするんですけれども、この成分がリポソーム化されていて、リポソームっていうのがその他の摂取方法よりも高い確率で体内に取り込まれる手法になっていて、ちょっとねこのねサイドに書いてあって、私もあんま間違ったこと言っちゃったら怖いんでちょっとここを写しておきますが、なのでそういう部分でもマグネシウムを取った分しっかりとこう体に入ってくれたらいいなというところを、まあある程度叶えてくれるのかなっていう風に私が感じたっていうのと、あとはマグネシウムを私がいつも言ってる針の先生とか、あとは病院の先生とかにも塩化マグネシウムっていう種類を選ぶとまあいい
かもねっていう風におすすめしてもらったので、塩化マグネシウムなのでね、これ一応こちらを飲んでみてるんだけど、こういう感じでチューッと液体になっていて飲むタイプで、味はねなんかあんま美味しくないグレープフルーツみたいな感じさ。いや人による、でこれ美味しいとはならないと思うんだけど、でもリポシーとかよりは全然飲みやすいですね。もう水とかなくても飲めるぐらいの味です。マグネシウムだけ飲んだから良くなったってわけではないかもしれないんだけど、マグネシウムを取り入れたことによって結構偏頭痛とか生理前頭が痛くなるみたいな不調っていうのがかなりというか多分ほとんどなくなったので、それはすごく良かったというか自分に合っていたのかなというふうに思って、やめるのが怖くてずっと飲み続けています。これとビタミンは必ず飲んでるっていうような感じですかね。はい、ということでちょっと私と同じようなお悩みがある方とかは、まあ一旦ね調べてみるのすごくいいかもしれないです。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。今回は新作じゃないけど最近買ってよかったお気に入りアイテムたちをご紹介いたしました。ということで本日のサイリクエッションはこちら。皆さんが最近買ってよかったアイテムあれば、よろしければコメント欄で教えてください。ということで絶賛ですね、私の書籍全国の書店 Amazon 楽天などでも発売中なので、メイクテクニック学びたいよ、楽しく学びたいよという方チェックしてください。ということでこの動画楽しかったよという方はチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。